こんにちは。豊さん、はい、最近人に感謝してますか？ね、いや感謝しないかんなと思うよ。本当に特に YouTube を始めて、いろんな人の支えだとかチャンネル登録にしてもそうだけど、このチャンネルはもう誰か来るので、誰か来るので、そう話題ですよ。だから来る人は感謝。そうですよ。それだけね、お世話になってる方たくさんいらっしゃいますが、この動画でもいろんな方がゲストで来てくれたね。ありがたいよね。そうですよ。それぞれ面白い話が聞けたよね。そうです。はい。じゃあまずどなたが来たか振り返っていきましょうか。まずはナイツの花間さん。覚えてますか？覚えてるよ。まあやっぱり喋りの天才というかさ。まあそういう人たち、まあそういう花輪さんとか来てくれて、なんかその時はね、高校球児がいたの、結局お笑いを目指してるね。で、今なぜ出なくなったかというと、2頭追うものは1頭得ずでさ、やっぱお笑いに特化した方がいいんじゃないかということで、もう一度お笑いをやりたいということで、出なくなったんだけどさ、でもそのきっかけを作ってくれたのは花輪さんだったんだね。いろんなことできるほど器用かっていうことで、彼らにとってもすごくこう転換期となる出会いというか、そのまさに動画だったんですね。だからまあそういうことで、ああ呼んでよかったなっていう、ものすごくいいアドバイスしてくれたんだよね。じゃあ続いて、同じお笑い芸人さんというかタレントさんなんですけれども、バウバウ松村さん。いや、松村さんはね、やっぱ天才的だね。ものまねすごいですね。すごいうまいし、やっぱ野球をよく知ってるよ。野球をよく知ってるから、話題にこと書かなかった。あの会話。まあ、だって、ここのチャンネル出てきてくれてさ、野球の話ができないってアウトでしょ。もうそうですよね。でも、俺より知ってんじゃないかなっていうぐらい、情報が濃く、話聞いてて面白かった。いや、やっぱそうですよ、もうね。本当こと細かくその選手のことをしてたり、その仕草だったり癖だったりとか、まあ話し方っていうのはもうそれはもう職業だからさ、真似をするっていうのはね。ただそこの裏付けのその情報がすごかったということだよ。で昔のエピソードからもそうだけど、やっぱあのぐらいやっぱ徹していかないと飯は食えないんだなっていう勉強になったよね。あとはやっぱりその選手に対する愛情とかリスペクトがあるからできるんだなっていうのでね。松村さんの基本は、自分が好きな選手じゃないとモノマネをしないんだって。そうなんですね。俺モノマネしないのって言ったらしてくれないんだよ。あれなんだよ。いやでも同校なんだけどね、同じ山口県なんだけど、そうまあまあ機会があったらまた出てほしいなと思いますね。そして元チームメイトでもあります谷繁さんです。スタッフによるとものすごく風格があったと、オーラを感じたと。谷繁さん、まあやっぱり監督もやってるし、プレイングマネージャー今まで歴代3人しかいないんだよね。野村さん、古田、谷繁しか。だからやっぱり人が経験してないことをたくさんしてる、出場の回数もトップでしょ。やっぱ何か1位を極めた人の言葉っていうのはやっぱそれなりに重みを感じるもんなんだよね。だから俺らなんか18歳の頃から谷繁を知ってるから、そうは思わなかったんだけど、スタッフは圧倒されてたよ。そうなんですね。じゃあその間に野球でいろいろ学んだこととか、その監督もこうね兼任されたことがやっぱり今いろんなことで生かされて、そうだね。だからまあ貫禄が出てきてるよね。18歳の頃はそんな。18歳の頃こいつお前自覚も何にもなかったんだけどさ、まあ本人も言ってたけど、プロ野球選手になれたことがすごく嬉しくて、もうそれだけで舞い上がってたっていうから、でもその中で活躍をしながら自分がどうしていかなきゃいけないかっていうすごくいい話を聞けたよね。続いては流行語にも以前になりましたけれども、カープ女子。カープ女子はね、もう本当にファンの心理がすべて出てるというか、何を話してもカープの話に持ってくるんだよね。すごい。ちょっと待ってる。いやそうじゃない。俺の聞きたいのはカープ女子から見た他の球団どう見えてたんだということを聞いてるんだけど、全部カープに引き取るんだよね。持ってきていやだからファンってこんなにこう熱く応援してくれてるんだっていうね、あったかさを感じた。いやでもそのカープ女子がただね見てる人はうっとしさも感じたと思う。お前そうじゃねえだろみたいな、持ってかれちゃう、そう持ってかれちゃう、その話じゃないよと。いやでもその私もそのカープ女子っていうのでやっぱり私はもうユニフォーム買いましたし、買いましたカープのだし、女性が球場に行きやすくなったというか、でおしゃれをして行きやすくなったっていう意味ではやっぱりカープ女子ってすごいなって。まあまあそうだね。そして同じ女子つながりといえば稲村さん、はい、あみちゃんはね、ずっと「プロ野球ニュース」という番組で MC でコンビ組んでて、一番最初に組んだのが俺だったのね。だからもう三男坊のうちのね、同級生なのよ、同じ高校の。あ、そうなんですか。もうお父さんみたいな。そうですよね。あ、へえ、そんなつながりが。そうそう、そんなつながりがあって、まあ、ああいうふうにテレビで活躍してね、スイングで神スイングとか言われて、ああいうふうになったけど、でもいつまでも気取らなくてね、いつまでもなんか純粋な気持ちを忘れないという、だからそういうところにこう好感を持ったかな。そして、牧原さんですね。牧原面白いね。だってもう印象的なのがさ、美馬がさ、完全試合やりかけたんだよね。その前にやったのは牧原だった。ね、ですから。でも打たれた瞬間にちっちゃなガッツポーズしたっつってたからね。やっぱ記録ってそうなんだろうなと思ってさ。そうですね。それを素直に話してくれるところ。いいですよね、気取らずにね、気取らずに話をしてくれるところがすごく牧原のいいところかなっていうふうに思うよね。野球少年の心を忘れてないってことですね。いつまでたっても悔しいものは嫌なものは嫌だっていう。そうだね、だからそこがやっぱり印象的だったんですね。そして立浪さんです。立浪はやっぱりこう厳しい男だなって思うよね。やっぱり PL でキャプテンやってて、猛者の中でキャプテンだから、片岡に落ち葉抜きやれって命令するぐらいだから、でもそれも自分で一緒にやるという、だからやっぱこう野球に厳しさもあるし、視点がいいよね、厳しい視点でやっぱ見てるという、まあ、そういうところがすごく印象に残ったし、やっぱ俺が先輩になるわけだよ、年で、やっぱりセンターを立ててくれるという、そういうこう紳士的なところもね、すごく感じたし。だからすごく話をしてて心地よかったというか、そんな感じがした対談だった。続いては、坂本じゃなくて坂友さん、モノマネね。いや俺が坂本って言うからさ、大好き。まあ現役の選手を呼んでくるわけにいかんから、なかなかねシーズン中だったし、まあ似てる坂友呼んできたんだけど、ちょっと盛り上がらなかった。いや、こっちのいじりがちょっと悪かったなと思って、もうちょっといじってやればよかったなって声が残って、豊さんがもうちょっと坂友さんを、そうだからちょっと申し訳なかったなと思って。やっぱね、難しいのはナイツさんとかしゃべりのプロじゃない、坂友って携帯模写だからしゃべりじゃないんだよね。確かに。だからそこら辺はね、ちょっと申し訳なかったなと思って。そうですね、確かに。じゃあ次もし何かゲストでいらした時には何かその時のリベンジがしたい。いや、ただその時に考えた企画がさ、プロ野球 OB チームと携帯模写のモノマネっているよね、あれしんのすけとかさ、坂友とかさ、いろんな選手がいるわけです、それと試合をやるっていう企画がその時に浮かんだの。そしたら面白いかなと思って。そうですよね、いや似ちゃって誰にパスしていいんだかわけわかんなくなるじゃないですか。それは楽しみですけれども、ね、だから企画が生まれたっていうゲストだったね。あ、そういう意味では良かったんですね。いや、良かった良かった。続いて松井一夫さんです。一夫ね、一夫約束してたんだよね、 YouTube 出ますよっつってで、やっとまあ2軍監督だったけど、所沢まで行かせていただいて、広報がじゃあ20分か30分ぐらいでよろしくお願いしますって言ったのを2時間ぐらい取ったんだよ。でもユニフォームで出てくれたのは松井一夫だけなんだよね。それ2時間拘束したんですね。もう候補もこうあってこうあってうろ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 するばっかりで、一夫が「まだ大丈夫ですよ」って言ってくれて、この企画が生まれたんだけどさ。ありがたいですありがたいよ。ただ真面目だね。まあ、厳しい PL で育ってるけど、なんかすごく人間的な幅を感じたよね。うん、それとやっぱこう監督ということですごく勉強しようとしてた。いや、豊子さん何本読んでるんですかとかさ、ね、もうどんな本がいいですかとか、なんかすごくこれからやっぱこう責任を持って生きていこうという、そういうことが感じられた対談だったかな。そして原監督ですよ。原監督、これはいや嬉しかったのはさ、もうダメ元で言ってみようかなと思って。あれどのタイミングで言ったんですか？いや、試合のバッティング練習をやってる時、ジャイアンツが大体監督ってゲージの後ろにいるからさ、ダメ元で言ってみようと思ってさ、ちょっと YouTube 出てよって言ったら、あ、お前やってるらしいなと思って、同級生だから同い年だからね、やってるらしいなって言ったら、お、いいよ、豊かなチャンネルだろって言うから、そうだよって言ったら、全部出るからね。でその方候補を呼んでくれてさ、はい、俺チャンネル出るからって監督室でっていきなり、うん、だからいつでもいいタイミングで言ってって、優勝した翌日かな、安倍晋之助が引退を決めた日に実現したの。すごいですよね、うん、普通そんなないですよ。ないよね、芸人監督が監督室で出てくれるっていうのはね、でもやっぱりこう昔からやっぱスターだったんだろうなと思うのは、お父さんのアドバイスっていうのがすごく有効的なんだなと思って、で同じ野球人で父のアドバイスをもとに、なんかすごく素直に育ってきたんだなっていうふうに思うよね。今でもその親父が言ってること、言ってたことやっぱ頭に浮かんでくるっていうんだけどさ、すごく重みのあるいい話ができたと思うんですね。いやでもそこはやっぱりその同級生っていう部分も大きかったでしょうし、原監督と豊さんだからこう知り合えてるから実現したものって大きいでしょうね。学生の時から知ってるからね、大学の時から接点があってね、でもまあいろんな人が出てくれたけども、もう感謝しかないよね。そうですよね。まあ実はね、まだまだ他にも来てくださった方々いるので、これは後編としてお届けしたいと思います。